はい、今日もあなたと役所天国、本日は2019年の8月7、水曜日ですね。ということで、先ほど給料ね植え付けましたけれども、今はブロッコリーをね、茎ブロッコリーを2番手、ね、そっちはもう植え付けたら1番手ですけど、2番手をね植え付けたところでございます。で、ウネマをね今研修生の彼に、ビニールを作ってもらっているところですね。まあ、それを待ちながらちょっとねナスの、話ですけども、ナスね、もう今年がこれが最後のナス、最後の口ですね。9月の羽坂駅、できれば、まあ、もし野菜がなければ10月まで引っ張って出荷するタイプですね。で、ウネマにこうやってね、この大きくなってきているのは、これはバジルですね。まあ、いわゆる専門用語言うとのコンパニオンプランツですね。全部はね、うちはバジルはこうやってやらないですけども、こうやって最後の方のところでね、こうやってどうしてもこの時期になってくるとね、虫とか、湧きやすいので、まあ虫除けですね。で、割とねやっぱりコンパニオンプランツって言っても、こう本当にこう囲うようにねびっちりやらないと大して意味はないですね。で、やっぱりこうやってこの辺を歩くだけでね、匂いがねプーンとするぐらい、やっぱり割と密にやってくださいということですね。で、もうこの大きさですから、これもね場合によっては葉物なければ出荷しますね。こんな感じですね。ね、まあバジルペーストとかね、まあうちはあんまりそういった加工とかしないですけども、こうやってね、ねバジルの匂いがいたしますということで、ただやっぱりお客さんによってはね、この絵苦手な人もいらっしゃいますんでね、そんなに、ずっと連続出荷はいたしませんね。場合によっては出荷、刃物が他にあればね、これ自体はバジルはね、これを葉っぱを食べてご飯のおかずになりませんのでね、なのであんまり出荷はしません。まあこの辺がイタリアの最後のナスですね。なんかフロレンスパープルかなんかだと思いますけども、こちら側が麻婆ナスですね。もうこれ出荷できると思いますね。こんな感じで、出せますね。ようやくねナスが落ち着いてきたところですけれども、台風が来ているのでね、結局これもやられたらどうか分かんないですってことでね、まあ一応一番外側にねモルヘイヤを作って、これをで風よけをしているっていうのもあるんですけどもね、モルヘイヤもだいぶ今年はね、やっぱりモルヘイヤ日が当たるのが遅かったから、もうちょっと背丈が、ね、本当だってもうちょっと高いですよね。8月でこの高さって今まで一番低いかもしれないですよね。一番成長が悪い気がしますね。もう9月とかになると自分の背丈ぐらいにはねなってくるのが普通ですけども、まあこれだけ見てもやっぱり日照時間の不足っていうのは言えると思います、ね、こんな感じで、まあまあ、一応予定通りね、最後のナスが順番を待っているという感じですね。こうやってねバジルがあればね、やっぱり虫はつきにくいですよね。ただまあどうなんですか、こういったこう匂いというよりもやっぱり野菜同士の相性ですよね。後作はこれがいいとかっていう方が実際にはね大事だったりします。実際にはね本に書いてないことってね いくつかありましてね、例えばジャガイモの後のキャベツってね、やっぱり毎年良くないですよね。作ると分かりますけども、でも何でしょうね、相性的に良い悪いとかっていうのはあんまり、書いてる文献見たことないですけども、うちはだからねキャベツの後、ジャガイモの後にキャベツってあんまりやらないようにしてます。なぜかは知りません。はい、まあそういうね、どちらかというとコンパニオン、こういった、バジルとナスのコンパニオンプランツというよりも前作と後作っていうね、の方が大事だったりします。特にねアブラナ科の場合はどうしてもアブラナ科重なってきますのでね、できるだけ科を変えて、豆を挟んでみたり、ネギ類を入れてみたりとかっていう方が実際にはね大事になってくるように思います。まあ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 ね、畑が狭ければね、連作するしかしょうがないですけど、ナスいい感じになってますね。お願いですからね、台風が直撃しないように、あとは今は祈るだけですけどもね。モルヘイヤがねようやくいい感じになってきてね、まだまだ他に野菜がなければモルヘイヤいくらいつでも出せますんでね、ご
これは今温存している感じですね。収穫がね、モロヘイヤって、ね、やっぱりね、こう大変なんですよ。ブチ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 ね、手でこうやって切らなきゃいけない、手が痛くなるんですよね。多分あのモロヘイヤ作って出荷されている農家さんみんなね、あモロヘイヤかって思うんですよね。あの結構ね、一人のお客様に対して100何十グラムとか200グラムとか入れていくようになると、件数が多くなるとね、もう本当にね、手がちぎれるほど痛くなりますね。なかなかのもんです、ね、時間もかかるし、僕もね、研修時代ね、これが一番嫌でしたモロヘイヤ取ってきてって言われるとね、20分や30分じゃ終わらないですからね。だからうちはまあね、できるだけあんまり何ていうんですか、量はだから入れられないですね。そんなにうちは本当に 100g 入ってないじゃないかな。まあだから他で刃物でね、なんとかね代用するようにはしておりますけども、はいね、ようやく日光がね、やっぱり照射時間がね、ぐーんとこのところあね、この暑さでようやくねモロヘイヤが本来の姿に戻ってきましたね。これで、まあ場合によっては10月ぐらいまで出荷できるかもしれませんね。他になければですね、出荷します。ということで以上ね、ナスのねコンパニオンプランツのお話を少しさせていきました。まあね、どういう風に植えるのが一番いいのかっていうのはね、どうなんですかね。うちはこんな感じであのカバーに植えてるだけなんでね、これが正式なコンパニオンプランツのやり方かどうかよくわかりませんけど、でもちょろちょろっちゃ本当にダメですね。ドバーンと植えないと効果ありません、うん、以上でございました。それではまた。